こんにちは。今日の一言韓国語です。相手の意向を尋ねる表現、理由かよと理由れよ、같이갈까요といえば、自分を含めた相手の意向を聞くときです。それに対して같이갈래요というのは、相手の意向を重視している言い方になります。否定文の場合は理由れよのみが使えます。줄까요と줄래요の違いは、물줄까요といえば、自分の提案でお水をあげましょうかと言っています。물줄래요はお水くれますかと相手にお願いをしています。